本田忠彦は、日本の政治家、実業家。元愛知県西尾市長、元西尾市議会議員。家業を継いだ本田が1966年に、設立した、青井製茶。愛知県西尾町を生まれ。生家は、大正初期創業の春花園製茶工場。父親の本田ダ・メジは、春花園の経営の傍ら、愛知県議会議員を3期務めた。 1955年に愛知県立西尾実業高等学校を卒業した、後、京都府宇治市で修行を積む。抹茶は飲むだけでなく食用の時代が来ると感じた。本田は三代目を継ぐと、製造主体体制から卸販売への転換を図る。1966年3月に青い生茶有限会社を設立。引き茶の生産量を1日6 0 0 k に大規模化した。 1971年、西尾市茶業組合長に就任。1975年1月、西尾市議会議員に初当選。1984年、愛知県茶商工業共同組合副理事長に就任。市長2期目の時に西尾市歴史公園を整備した。1989年6月6日、西尾市長の本田寛一がご近引退を表明。 川上万一郎県議と市議会最大会派、市民クラブ所属の稲垣実夫派の議員17人は9月10日執行の市長選に向けて助役の宮地松尾擁立。稲垣の系列に属する本田寛一も宮地支援に傾いた。これに対し、同じ市民クラブ所属で小中の白尾派の流れを組む本田が出馬を表明。この年の市長選は保守分裂選挙となった。 加えて、西三河南部への勢力拡大を目論む旧愛知四区の杉浦政権が本田の支援に回ったことから、保守分裂選挙は一気に派閥代理戦争へとエスカレートした。結果は、本田ダ29,104票、宮所の2641票で、本田が初当選を果たした。1993年、無投票で再選。百九十五年、西尾城。 跡地付近に、この池のスキア胸と茶室胸を一区。西尾城の本丸牛虎倉などの復元工事に着手。1996年4月、西尾市歴史公園がオープン。1997年、参戦。2000年11月、青井聖茶社長を退任。4代目社長は、妻が継いだ。2001年の市長選は、自民党、民主党、公明党、 自由党の4党の推薦を得て、立候補し4選。ただし、西尾駅西地区再開発事業におけるホテル建設に、関して反対派の市民が行った、署名運動などの煽りを受け、落選した元県議の中村明武氏とはわずか3500に票差であった。2005年の市長選は出馬せず、4期で引退した。2009年11月3日、朝日中受賞を受賞。 ありがとうございます。